まあ、この回ね、少しね、涌井投手ね、ボールが甘く入ってきてるのかなという感じがしますね。空振りが取れませんよね。少し甘い分ね、やっぱりバットに当てられてますからね。空振り三振、146キロのストレート、高めに持ってきました。フルカウント、空振り三振、2者連続三振。これはどうでしょうね、ワンバウンドになりましたが、そうなんですよね、ストレートですよね、ストレートっぽいボールでしたよね。まあ、松田選手もね、あの1打席目にフォアボールだっただけにね、はい、少し打ちたいという気持ちが強かったんですよね、この打席はね。空振り三振、この回3者連続三振。5回までノーヒットピッチングの涌井、素晴らしいピッチングが続いています。チャージをかける、ダッシュをかける体勢でじりじりとスタートを切ってきた。ピッチャー前取った、涌井三塁に送球、ゴーサウト一塁に送球、一塁はセーフ。ランナーを三塁に進めることはできませんでした。いや、それにしても涌井のフィールディングが早かったですね。まあ、今のはね、まあ、先ほどと違って、バントがね、少し強かったんですよね、はい、ダブルプレーは免れました。そして川崎、ここで小野ピッチングコーチがマウンドに行って、投球数は今100球ですが、当然このエース、そう簡単に変えるわけではありません。